この動画では海洋プラスチックゴミ問題と私たちができることについて優しく解説していきます。海洋プラスチックによるゴミ問題とは、軽量で加工がしやすく丈夫であることから、プラスチックはあらゆるものに利用されます。しかし、プラスチック製のペットボトルや容器などはポイ捨てされたり、適切な処分がされないことにより海に流され、海洋プラスチックゴミになっています。それらが海洋汚染や生態系への影響を引き起こしています。海に流出するプラスチックゴミの量は世界中で年間800万トンという試算があり、2050年には海洋プラスチックゴミの重量が魚の重量を超えることが予測されています。マイクロプラスチックとは、プラスチックゴミは大きな形状のまま漂流するもののほか、細かい粒子として海洋に流れ込むマイクロプラスチックというものがあり、これは2種類に分けることができます。一次マイクロプラスチックはスクラブやマイクロビーズなどマイクロサイズで製造されたプラスチックで、排水などを通じて自然環境中に流出したプラスチックゴミを指します。一度流出すると自然環境中での回収はできず、製品化された後は対策も難しいとされています。二次マイクロプラスチックはペットボトルやビニール袋など大きなサイズで製造されたプラスチックが自然環境中で紫外線や衝突などにより破砕され、細分化されてマイクロサイズになったものを指します。これらは廃棄管理やリサイクルなどを行うことで発生を抑制することや、マイクロ化する前であれば回収も可能なため、ある程度の対策ができます。プラスチックゴミが海に与えている影響は、プラスチックゴミは海洋の汚染だけでなく、海に生きる生物や産業、私たちの体にまで影響を与えます。海の生命体に与える影響。マイクロプラスチックのような微量な粒子は海洋生物の体内に取り込まれることで体内に蓄積されます。そして消化できないために体の内部を傷つける原因となり、海洋生物に悪い影響を及ぼしています。海の産業に与える影響。漁業や養殖業で本来得られるはずの漁獲量が減るといった問題や、漁獲用の網などにゴミが絡まってしまうことで海洋生物がかからない、網が使えなくなるといった損失があります。私たち人体への影響。マイクロプラスチックを飲み込んだ海洋生物が市場に出回れば、それらを口にする私たちの体内にもマイクロプラスチックが入り込む可能性があります。海洋プラスチックゴミを減らすために私たちができること。プラスチックゴミを削減するには、私たち消費者が積極的に取り組むことも必要です。 3R とは、リデュース、減らす、リユース、繰り返し使う、リサイクル、再資源化することであり、これらを心がけることが重要です。 3R も含めたプラスチック削減のための行動は何よりも大切です。具体的な対策の一例として、マイバッグを持参することでビニール袋を削減、マイ箸やマイスプーンなどを常備することでプラスチック製の箸やスプーンを削減、マイボトルを持ち歩くことでペットボトルを削減などがあります。ゴミ拾いやボランティアに参加することも自然界に残るプラスチックゴミの削減に大きく貢献できます。海洋プラスチックゴミ問題をより詳しく知りたい方は、概要欄の URL をクリックして、グッドゥのウェブサイトをご確認ください。